長野市で今シーズン初めてインフルエンザの集団発生が確認されました。長野市保健所によりますと、今シーズン初となるインフルエンザの集団発生が確認されたのは長野市内の小学校です。患者は同じクラスに在籍する男女8人の児童です。この学校では、今日から10日まで学級閉鎖となりました。長野市では、 先月28日から今月3日にかけて、定点医療機関あたりの患者の報告数が基準値の平均1人を超えて1.19人となり、流行期に入りました。インフルエンザは飛沫感染するウイルスなので、予防には手洗いやマスクの着用、室内の換気が有効だということです